な、こっち行こうか。どうやった。はい、どうもこんにちは、ピクトンです。コロスケです。リトです。見ての通り廃校に来てます。やってきました。ここは廃校なんですね。そうなんですよ。今日はね、ここをね、攻略しようと思います。これレールいっぱい取っていきましょう。たらたら。では早速行きましょう。行きましょう。ほらほらほら、鶴さんいっぱいあるね、これ。ほらよし、取って取って。こっちはもう行き止まりか。ん、最初失礼失礼、足元。レールゲット。だからここ行ったからもう終わり。キー。こっちレールが続いてるからこれもらっておくか。レール回収班任した。じゃあクモナス回収しよう。お、鉄あら。じゃあレール回収しよう。ほい鉄、鉄なんか繋がった。レールなんか繋がった。よいしょよいしょよいしょ。でこっちはもう塞いじゃって、ばおや、ああこもあるね。お、なんかおるね。こっち来たね。おるね。広いところに出た。ほんまや。なんか何？途中の休憩所的な。こっちにも道があるっちゃあるね。ちょっと脇つぶしだけしとこうか。これこっち側にもあるね、鈴木っぽいの、うん、ちょっと待って、これ鉄だけもらってこう。ここはあれ、リトどっち行った。何もない。マグマと戯れてるな。こっちにも道が微妙にある。レールとそっち行こうか。レールは回収よ。レールは、うん、おーつや。これ砂利結構怪しいんよね。シュコップ、あ、出てきた。ほらこれ多分これ続いてるな。あ、出てきたね。出てきたね。ポン。そのまま進んでく？うん。おお、ゾンちゃん、おって、ゾンちゃん。おっ、すごい近いところに。成敗。はい。成敗。よ。チェストないかな、チェスト。確かに宝箱は見つけたいよね。ほい。あ、クモの巣ってくっつくんや。へぇー、うん、ピタン。ムニューンって落ちてる、ムニューン。トントントン。広いな。あ、なんかこっからすごい広くなってきてる感じが。あ、間違えた。こっちまで広。あ、でもこっち行き止まりやね。ここで終わり？うん。わ、貴重な蜘蛛の糸いっぱいあるな。うん、めちゃくちゃある。でもまだ蜘蛛と出会ってないな、洞窟蜘蛛と。洞窟蜘蛛まだ。確かめちゃくちゃ蜘蛛の糸が張り巡らされてるとこあるよね。うん、張りまくりやけど。何のこと。次こっち。こっちってこれマグマしかないってこと？あ、でもなんか蜘蛛の糸があるね。
怖いなこれ。うん、そう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 、ちょっと怖いから。あ、繋がってる繋がってる、これゴーゴー。おーおーおーおお、あやべべべべべ、あやべべべべべ、あやべべべべ、あべべべ、あべべべ、あべべべ、ちょっとちょっとちょっと、あぶらぶら、めっちゃ向かってくるよ、めっちゃ向かってくるよ、だよっしゃー。ポルスケさん撃つの遅くない？なんか溜めてる間に死んじゃったから、まあいいやと思う。やーべやーべべやーべべやな。うんうんうん。ちょっとやべや。あのとこ。よし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 。倒した？うん。よーし。声はするけどね。うん。次こっちかな？これもしかしたらあれ、外れ廃校的な感じになりつつある？まさかそんな。これからでしょう。あら、これはめっちゃ雲の巣がある。続いてた、続いてた。お前めっちゃある。これ廃校って鉄ばっかしなんかな。これ今高さが20か、まあそんなに低くはないんやな。うん、魔法使いの声出すの。上か、上やな。めっちゃ笑われてんで。笑われてるでよ、ホロスケさん。笑われてんで、俺。ああ、言われたで。あ、金金金金金金、鉄マリオン、鉄マリオン。カラカラって言った、あった。おいっす。あ、リョウさんおる、リョウさんおる、ようさんおる、ようさんおる。頑張って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 。いた。あれ。よいし。こう後ろから見とったらさ、うん、ホロスケ全然手使いこなしてないっていうな。縦に頼ってるよ。じゃあまだまだですよ。持ってるやん縦。やばい、めっちゃある、めっちゃある、めっちゃある。あーららららららら、ない。倒した？うん、まだ見えてるね。あ、でもこっちも行き止まりや、そっちが。こっち行こうか。あ、おお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 おっと、どうやった？おお、とうとう現れたよ。どうやった、どうやった、どうやった、どうやった。来たよ来たよ。何が何が？リトのお目当て。来た。じゃあちょっと開けちゃっていいかしら。どうぞ。レッツダーン。お、名札ある、名札。お、来た？一個。名札一個。おはよう。いやでもこれ貴重やな。これで俺のゴンザエモンに名前が付けれるわ。名前が違うって。ん？あ、スイカの種入ってるやん。あ、いいねいいね、スイカの種いるね。これビートルートの種ってこれなんなん？わかんない。あとはレールがいっぱいいっぱいいっぱい。はい、廃校の探検が終わりました。お疲れ様でした。お疲れ様でした。これまあ結局攻略できたって言ってもええんかもしれませんね。一応網羅はできたんじゃないかな。うん、ただちょっと予想以上にあの廃校が他の渓谷とかとぶつかってちっちゃかったっていうのがあってね。宝箱も一つしかなかったのが少し残念でした。で一応ですね、今回、ゲットできたものがレールが、64個の4何倍これ全部で1,2,3,4,5 スタックと40個。うん、まあまあ、うん、多いような少ないような。鉄鉱石が約200個。
おお、これはなんかこれはかなり多かった、うんうん、で金が22個とラピスラズリが9個で糸が約100本と、あとねスイカの種がちょっとゲットできたのが地味に嬉しいかなとですね、うん、上よ上よ。でこのビートルートの種っていうのはよく分かれへん謎の種、これ今度ちょっと植えてみようかなと思います。はいはい。で最後にですね、宝箱の中にあったこの名札、これちょっと争奪戦ですね。これちょっとそう、なんか次なんかあのミニゲームかなんかやってなんか一番良かった人がこの名札をこうペットにつけれるっていう遊びをやりたいと思います。ということでね、今回、まあ廃校に行ったわけですけど、ちょっとまたいろいろと探検して新しい廃校とかを見つけられたら引き続き探検したいと思います。はいはい。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。よかったらまた次の動画も見てください。ではバイ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 。